どうもどうも、まさとでございます。今回からアークの方をね、ちょっと試していきたいなと思います。まず設定ですよね。男でいいんで、全くね、やり方が分かってないというので、先こっちから設定するか。肌の色、ここら辺でいっとこうか。髪の毛は黒だよね。黒。ここ押したら出る。あ、出ないか。赤でいったらどうなんだ吸血鬼になるよね。頭の大きさ、でか。あんまりそんな言うほど大きくならないんだね。あ、こう膨れるかという感じですよね。厚さ、これ極端だね。肩の広さ、気持ちだけね。足ね、足は長い方がいいでしょう。ちょっと背が高いんかな、これ。まあいいやね。大柄だとちょっとダメなのかな。動きがあれなんかな。で、スポンジ点はイージーでいいよね。まず最初ね、サバイバーマーサーとでいいの。はい、スタートです。お、なんかいるね。まだ操作ができないですね。でいけるんか、これでいけるんか。移動のあれが早いね。これどうすんの？これで取るのってどうするの？石は小石しか拾えない。あ、いいね、いいで取れるんだね。ここら辺って取れるの？石だけか。ん？ここはまだ安全地帯なのかな。これ何？これは取れないんだね。インベントリーからレベルアップ。インベントリーがマイクラと違うからね。ああ、で、これを叩く。ああ、わらが手に入ったと。あ、違うわ。レベルアップ。ああ、で、これでわらが手に入ってると。あ、重さも出てるんだね。で、石も、2.5 と出てるんか。ん？なんか下？ん？もらっとこう。ここら辺がうんちだね。あ、腐敗するんか。あと木を叩けばいいのか。木材が手に入った。材料作るのってどうすんだよ、これ。あ、これで、アズールベリー。食べても美味しい。食事を美味しくする。あ、これ眠くなるやつだね。だから、これで、消費すれば、あ、ここが増えてってるね。なるほど。食料って、こいつらどうしたらいいんだ？これって、殴ったら食料になるとか。気絶。食料を、インベントリーをして、何かあげればいいの？ここら辺あげとこう。ここら辺を。あ、もういけるね。よし、はじめ。これな、何に役立つんだろう。お、大きくなった。ああ、これ持ってるということか。どれ。あ、これか。これで作れると。あ、ここか。ここの製作タブか。一つ製作。で、こっちが、
あ、火打ち石が必要か。あ、これで持てるんか。で、で、火打ち石とかが手に入ると。で、製作で、これで作れる松明一つ製作。うん、これで松明ができたんか。あ、できましたね。で、これこっちに持っていったら、あ、金属鉱石とかが手に入るのね。おお、メス。交配ってできるのかな。あーなー、こ決定。ここに行こうとしたら次どうしたらいいんだ。なんか来たし、これまだちょっと早いよね、相手するの。ん、何、雨降んのこれ。水に入って飲めないの。あ、泳げんだ。水を飲むのってどうすんだ。あ、え、これ石拾っちゃった。え、これっていちいち1個ずつしか食べられないの。あ、水分上がってるね。さっきので生きてたんか。いや、雨降ってるから。あ、いるわ、ここにいるんだね。これ食料にできんの。食料ちょっとごめんね。死んだ？これで何このマーク。どうしてもいい押してしまうね。あ、これで食料が手に入るのか。あ、腐敗時間ってあんのか。クラフトできるようにしたいな。できないんかな。インベントリーからレベルアップ、ここを上げればいいってこと。だからまず重量を上げるか。あ、これで、あ、ここ数値が変わったね。あ、解放された。あ、これでいけるんか。じゃあもうちょっと上げようか。重量をちょっと増やしたいよね。とりあえず。あとここら辺、あ、収納ボックスが作れるようになる。とりあえず土台だね。藁の土台。で、ドアか。あ、寝袋も必要だよね。革なんか作ったことないもんね。で、屋根、壁、ドア、収納ボックスもいっとこうか。何？で、どこに作るかだよね。まあ最初ここら辺の方がいいと思うんだけど。あ、そっか、制作か。土台だよね。で、設置か。とりあえずここら辺に、右で行けるの？あ、行けない。ここら辺？いや、回さなくていいから。これで行けた？ OK。これぐらいの大きさか。もうちょっと大きい方がいい？やっとここまで行けるようになったのに、ちょっと最初やり方は分からなくてね、困りましたよ。あ、襲われてる？あ、違うのかな。
何？保護してやらないといけないか。あ、ちょっと運ぶ。ちょっと安全なところへ。ここら辺にいといて。なんかだんだん凶暴になってきたね。え、何？あ、わしやられてる？やばいね。体力は戻ってるから。で、屋根とりあえず1個作って設置。どうなのこれ、これでいけてんの？あ、設置できてるわ。こんだけ大きいんだね。小さいかな、低い。まあいいか。ドア枠って、あ、これでいいのかな。あ、でここにドアをつけるということか。で、いいのかな？いいで開く。入ってくんのかね？あ、入ってきたわ。はじめー。あれ？あ、いた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 。はい、持ってきます。もうそろそろ食料を。クソしたな。で、閉めて。もうちょっと高い方がいいな。どう？上に置ける？あ、置けるね。じゃあこれちょっと解体します。武器もちょっと作っとかないといけないんだよね。でも先に、あー、壊れちゃった。屋根を設置。で、これでとりあえず一安心ということですね。一つ製作。腐っていきますね。これ入れたら腐らないんかな。ちょうどいい位置。ここかな。で、ここに入れられると。とりあえず肉はこっち入れといて。腐るんかな。で、焚き火作れるようにして。あ、間違えた。どこに？
とりあえずここら辺でいいよね。こう。ん？卵手に入れた？卵どうすんだろう。火をつけるのってどうすんのこれ。藁が必要だから、これ藁を入れたら、よく家も得ないね。で肉を焼けばいいのかな。あ、これで消えるんか。あ、いいで消えるんか。でこれ入れたら、あ、焼けてる焼けてる。じゃあこれで食料にできるのか。消費、お、結構回復していくね。お、結構いってますね。あ、これ斜めにできるんだね。結構時間かかるやつです。あ、寝袋作っとこうか。あ、作れる。あ、まだ足りないんだね。材料がないんだ。ちょっと離れたところに移動してきました。これが大丈夫かな。結構冒険よ。何も武器持ってない状態で。あ、なんかあるな、ここ。とりあえずこれだけが目的なんだよね。え、やだ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 。これは襲われない？あ、15か。ん？戻ろう。15だから今が11か。まだだね。ちょっと遠くに来ちゃった。水中怖いんだよね。サメ？とりあえずここ上がれば。来たよ来たよ来たよ。まだ未知の世界。はい、ということで戻ってまいりました。結局まだあれ開けられなかったね。なんだこの手のマークは。あ、食料食べないと。一旦こっち移して、ちょっと一つに分けてこっちに戻す。でこれを消費する。腐った肉、これで何か作れそうな気がするんだけども、なかったな。ここ結構解放したんで、ここら辺ちょっとまだ名前で麻酔薬か。あ、これナルコベリー、これでいけるんか。 OK。 すり鉢とすりこぎがいるの。これか。これを作らないといけないんか。革と石64、革と石64、皮を取ってこないといけないんか。あとちょっと食料調達もしないとちょっとまずいよね。おお、いるじゃん。これ倒せるんかな。
オッケー。で、これで皮重機取れたね。え、肉も取れたんかいな。制作でこれ一つ作るよね。ちょっとですね、これマウスの振りが、マウスの感度がですね、なんか動かすたび、アークいろいろ操作するたびにね、感度が変わっちゃうんですよね。これなんでだろう。相性悪いんかな、ロジクールのやつと。ちょっとこの辺も調べないといけないですね。あ、生肉結構手に入ってるね。なんか外はなんか歩いてるけど、設置あ、肉なくなった？ああ、もうギリだね。ああ、ここら辺でなんか作れんのか。ああ、作り方がわからんな、まだな。ちょっと調べてないんで。セメント、なんかこんなんでいろいろできるんだね。肉がすぐダメになるの、これどうしたらいいんだろうね。なんか、アドバイスいただけるとありがたいっす。いけた。これだけちょっと用意しといて、あとちょっと調べるか。はい、という感じでございますね。なんか結構近づいてきてるね。麻酔薬が作れないとちょっときついよね。ここら辺で襲われる？襲っては来ないね。まだね。はい、ということで、今回初めてアークの方プレイしてみましたけれども、まだちょっと使い方がよく分かっておりません。ちょっといろいろ調べながらね、やっていかなきゃいけないかなというふうに思っております。結構ね、時間消費するゲームだね、言われてる通りね。なので、これ収録するのも結構時間かかってるんですよ。もう2、3時間かかってんじゃないかな、これだけでね。だから、しょっちゅう公開できるわけじゃないと思うので、1週間に1本か2本動画出せればなというふうに思っております。またちまちまとプレイ進めてね、やっていきたいと思います。資源取るのが結構時間かかるよね。はい、ということでございました。